皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の社会の一問一答になります。前に投稿した歴史の一問一答からランダムに選んだ30問の問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。歴史の一問一答、その7。第1問。1993年に発足したヨーロッパ連合をアルファベット2字で何と言いますか？答えは EU です。第2問。794年に現在の京都市に移された都を何と言いますか？答えは平安京です。第3問。1159年に源氏と平氏の対立がきっかけで起こった乱を何と言いますか？答えは平氏の乱です。第4問。13世紀の初めにモンゴル帝国を築いた人物は誰ですか？答えはチンギスハンです。第5問。人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本を書き、曽根崎心中などの作品を残した人物は誰ですか？答えは近松門左衛門です。第6問。徳川吉宗が定めた裁判の基準となる決まりを何と言いますか？答えは九字型お定め書きです。第7問。承久の乱の際に御家人の団結を訴えた源頼朝の妻であった人物は誰ですか？答えは北条政子です。第8問。橋や道路を作るなどの社会事業に努め、大仏作りに協力した日本の僧は誰ですか？答えは行基です。第9問。藤原道長の子で京都の宇治に平等院鳳凰堂を建てた人物は誰ですか？答えは藤原頼通です。第10問。源氏の将軍が3代で帰った後、北条氏が独占した将軍を補佐する役職を何と言いますか？答えは執権です。第11問。岩倉具視と共に欧米に渡り、帰国後女子教育に尽力した人物は誰ですか？答えは津田梅子です。第12問。老中になり天保の改革を行った人物は誰ですか？答えは水野忠邦です。第13問。営業を独占した商工業者による同業者組合を何と言いますか？答えは座です。第14問。1991年にイラクがクウェートを侵攻して起こした戦争を何と言いますか？答えは湾岸戦争です。第15問。連合国軍が発表した日本に対して無条件降伏を求めた文書を何と言いますか？答えはポツダム宣言です。第16問。源頼朝が1192年に朝廷から任じられた役職を何と言いますか？答えは征夷大将軍です。第17問。1951年に吉田茂によって結ばれた日本が独立を回復した条約を何と言いますか？
答えはサンフランシスコ平和条約です。第18問、約4500首の歌が収められている日本最古の和歌集を何と言いますか。答えは万葉集です。第19問、寛政の改革を行った人物は誰ですか。答えは松平定信です。第20問、1936年に陸軍将校たちが首都の中心部を占拠した事件を何と言いますか。答えは226事件です。第21問、1868年に発表された明治政府の新しい政治の方針を何と言いますか。答えは五箇条の御正門です。第22問、文英の役の時に鎌倉幕府の執権であった人物は誰ですか。答えは北条時宗です。第23問、農民に年貢や犯罪の連帯責任を取らせるための制度を何と言いますか。答えは五人組です。第24問、倭寇と正式な貿易船を区別するために用いられた藍札を何と言いますか。答えは官号または官号符です。第25問、天下の台所と呼ばれた大阪に建てられた各藩の倉庫を何と言いますか。答えは蔵屋敷です。第26問、大名を取り締まるために幕府が定めた法律を何と言いますか。答えは武家諸法度です。第27問、江戸時代の歌舞伎の元となった歌舞伎踊りを始めたのは誰ですか。答えは出雲のお国です。第28問、豊臣秀吉が行った検地を何と言いますか。答えは太閤検地です。第29問、寺社の門前や交通の用地などで月3回開かれるようになった市を何と言いますか。答えは定期市です。第30問、江戸幕府の8代目将軍は誰ですか。答えは徳川吉宗です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。